何やってんの。いいケツしてますね。最悪だ。最悪だ。獣だ。ただいいケツとかがどうか置いてて、めっちゃ可愛いね。めっちゃ可愛いよね。本当に可愛い。俺両方取っていいかこれ。両方。両方取ります。なんかめっちゃ金かかるよ多分。あいつさ。俺ね今日運いいから。本当かな。運いいんでね行きます。本当かな。まずはねプロするっちゃうからだね。はい。プロするっちゃう。これ無理ですよ。ちなみに俺これ全然違うゲーセンでプライベートでやったんですけど、うん、いくらかかった？3500円ぐらい2つでかかりました。ああ、まあじゃあ余裕余裕。ほら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 見ろほら見ろほら見ろ。いいじゃんいいじゃん。まず一発これ。はい。まあまあ分かってた。分かってた分かってた。プロするプロするじゃあマイナンちゃん前にします。マイナンちゃん前に。ああなるほどね。じゃあとりあえず前。これ何が怖いって。あれなんですよ。一個どっちか取るじゃん。うん。そしたら確率リセットされるから。確率関係ないです。確率関係ないの。本当にこんなに高さがあって。ほら来た来た来た。これめっちゃガッチリやんけこれ。あいいね。マイナンマイナンマイナン。マイナン。マイナン。二頭追うものは一頭もいるぞ。最後に。マイナン行きます。マイナンにするのね。マイナン行きます。いいねいいね。いいと思う。マイナン行きます。いやプラスルも可愛い。どう？プラスル。いや俺はマイナン派。何も変わんねえだろ。色だけじゃない。いやいや変わってるよ。もうほっぺも違うから。うわマイナン貸すかこいつ。全然違うからプラスとマイナスだよ。でもそれだけじゃね。あと色だけでしょ。あと尻尾の形。あ尻尾の形。以上制作者の手抜きルビーサファイアで言いましたこいつ。ルビーサファイアで初めてタッグバトルがね実装されたんですよ。はいはいはい。でそこであの使ってくるんですよこのプラスとマイナンってやつ。あいや手助けとかいう意味わからない技使って、はいはい、それしか使わないから結局攻撃してこないんですよこいつら。よく覚えてますね。僕のねあのラグラージュでも一撃なんですよ。ラグラージュ使ったんですね。濁流かなんかでも一撃なんですよ。あよかったですね、はい、それは、はい、そうラグラージュあのね泥じゃ土地面タイプですね。地面タイプが入ってるんで電気ねあのそんなに効かないですよ。これこのオタク話しかけたくないですよ。めんどくさいですねこれね。そんなに知識もないのに、うん、昔の思い出だけでまとめてるの。僕はあのねあの育てるポケモン育てるのが苦手だったんで、はいはい、あのもうラグラージ1匹と僕はあのサファイアを選んでたんで。めっちゃ近づいたのに何も反応しないじゃんこいつ。サファイアを選んでたんで、はい、あの海洋ガだったんですよ伝説のポケモンが。あなるほどね。で僕伝説のポケモンとラグラージしか育ててなかったんですよ。はいはいはい。だからそんなことある。で、あの化石があったじゃん。ああ化石あった、ね、選ばなかった方がさ、うん、なんかチャンピオンのダイブが取るじゃん。はいはいはい。アーマルドの方取ったんですよ。はいはいはい。そうするとどうなるかって言うとユレイドルの方が持ってくるんですよ。あなるほど、ね、そうすると僕が水タイプなのでユレイドルで積みました。お前の思い出マウントやめろ。あのね、ユレイドル積むんですよ。あの結局それどうやって倒したかっていうと、ハイオーガのもう悪あがきでもうね、ピピがね、なくなったのでそこまで頑張って倒したわけですよ。はい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 、そういうのあるわけですね。プラスル頼む。取れてくれるかな。それぐらいの思い出があるんだよ俺には。ああ、いえ、まあ言うてあったあった。それぐらいの。ちなみに俺ルビーもサファイアも両方やってたよ。あ、俺もね結局両方。結局で、はい、結局やった。結局やった。で片方に集中させたポケモン。わかるわかる。めちゃくちゃわかる。こいつら全然足りなくないか。ちょっと実際ルビーサファーがさ俺らの一番のさ、うん、がっつりして俺小4とか小5だったんですよ。そう小5ぐらいだった小5ぐらいだよね、うん、多分一番やってる時だもん、ね、小4小5か小4かそれぐらいだったね。おお待って、あよりこれどうすかどうすか足にかかったからどうしたらいいですか。頭すか、頭これプラスルとマイなんです。たまたまではないです。あすいません。こいつ男だった場合金玉があるんでたまたまになります。あー下げちゃった。下げんなよ盛り下がるわの気分。おお、首縛ってなんかすごいことだ。いけそう。マイナン。ああ惜しい。マイナン。マイナン。頑張れアイゴリ。前3500円で取ったって嘘だろ。いや取ったよ俺は。嘘だろ。うわ。やめて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 。もっと掴んで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 。何ですかマイナンが欲しいんですよ両方。ああ俺2つで3500円ちょっと持ったかも。お前持ってんじゃねえよ。もうちょっと金かけたかも。ふざけんなよお前さ。俺の順調もてあそびやがって。ごめん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 。さお前がさ3500円で取れるってさ後から聞いたけどさ。後から聞いたけど3500円で取れると思うじゃん。いや思うなよ。違うクレーンゲームってさ違う場所で言ったろ。あ取れたんじゃない。つかさあゆるさんこれさもしかしたらですけど、はい、隠れ作るまで取れないんじゃないですか。いや取れます。本当取れます。本当ほんとかな。どっちか確率来ないまま取ります。マジかよ。どうここは一旦確率で取るな。一旦確率で取った方がお得だもん。こんだけ金かけてるから。あ確かに確かに。で2個目を確率関係なしで取る。いや1個目を取る。プラスルが引っかかってる。とりあえず今1500円目。あこれ1500円目ね。多分1500円目。分かりました。いいですよ。1500円取れるだろう。ポケセンでいくら売ってるこれ。2000円ぐらいか。いや3000円ぐらいするんじゃない。
はお前どっち行ってんだよ。ポケモンのぬいぐるみで実はあのセンサー知らないかもしれないけど高いっすよ、あなたあなたボールガイ買いましたよ。ボールガイボールガイのぬいぐるみ。あなた軽い気持ちでなかなか深いところのぬいぐるみ2個取るって相当だから。いやそうでもないよ、俺今日結構取ってんだよ。あこれ紐に入れたらよくない。いや紐に、あ確かに、でも紐を取ったわ。取ったね、これはこれもうガッチリだわ。あホールドしました。まあでも紐だわ。紐いく。わかった、紐に行きます。紐狙い行きます。紐になります、お嬢様の。おわいいな、俺もちょっとあれだわ。何ちょっと悲しげに俺お姉さんの紐になりたい。ちょっと悲しげって何、どういうこと。えいやなんかちょっと待って、これ紐いく。俺うますぎた、うますぎた。俺本当うまいよな。これはさすがに来ましたわ、あやのせんさん。なんで紐から抜けてるの。待って無駄する。まあ紐とかやってこっちの方に近づけるって手もあるんですけど。紐ダメっすか。いやまあでも抜けちゃうっすか。結局抜けそうだよね。あまあでもやってみていいよ。マジじゃあ紐いっていい。いいよいいよ、全然いいよ。確率来たらどうなる。確率来ても持ち越し。まあ持ち越し、確率はね取れるまで持ち越しだと思う。まあ紐惜しいな。いいっすよね。あでも耳でこっちに来るんじゃない。こっちに来るってなんだよ、適当なこと言うな。ほら来た来た、ほら来た、こっち笑ってるわ。もうこれこいつはもうデルタ、デルタデルタデルタ、こっちサムネです。デルタサムネです。デルタ完全にデルタ。お前本当に取ってやるからな、おじちゃんがね。おじちゃんが取ってあげるからね。30歳おじちゃん取ってあげるから。ルビ様近畿世代おじちゃん取ってあげるから。これもしっかりしてるし、これはバッチリしてるし、これで落としたら本当にぶっ壊すしかない、お前の体を。はい、落としますねえ、愛護に両方ともサポ向いてだいぶ遠くなってるけど大丈夫。いや、まあ、こいつらね積んでる愛を確かめてんだから俺の。いや一回これプラスルに、うん、あの俺マイナンの方行っちゃうよって思わせる作戦。あどうこれ。あいいと思う、いいと思う。これ恋の影引きしてるわ。恋の影引き、恋愛上級者になること。あほらほらちょっとね、やっとかまってくれたってマイナンがね。でもこれだんだん遠く行ってんだな。でこれもう2000円目なんだなこれな。意外に早っ。すごい。どう設定金額おかしいだろこれ、どうなってんだよ。いやあゆちゃんとちゃんと2人とも取りますよね。2人とも取りますよ、当たり前ですよね。プラスマイナンの方は紐がゆるゆるじゃない。あでもこれしっかり取ったわ、これ完全に。あこれは取りました、完全に取った。えおお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 おめでとう。えっ待って、あゆこれ最強かもしれない。これ落ちたタイミングでセンサーが反応してこのパワーが変わったりするんですよ。このまま2個目入れとこう、店員呼ぶ前に。お前天才だ、これマジで天才。お前天才だ、これもしかしたらなんだけど。お前マジ確率しちゃう。いやこれ確率本当に来るよ、掴むかもよ。1回寄せる、でもしょうがない。いやこれおいおいおい、うまい。これ逆に言ったらこれお前神してる、これ神かも。神降臨してるわ、神降臨してるかも。神降臨祭りしてるわ。いやこれがね、プロの技なんですよ。いやこれ天才です、あのセンサー。これ天才ですよね、天才ですよね。頼む。頼む。うわ、何引っかかってんの。いやでも、いったこれで掴んで。離さない。ほら、やっぱり俺は言った通り。ほら俺が言った通り。これね、光るまでは確実来ないですよ。いや、すごいわ、これ。え、お前3回残し。え、すごい。残しお前さ、天才だ。海良すぎでしょ。天才だ。そうするとマイナン。やばー。すえ、やばー。やばー。はい。まあせっかくならね、プラスルとマイナンね。あのセットの方がいいからね。やめなさい。シックスやめなさい。愛しちゃってんなこいつら。あもう最悪だ。愛しちゃってんなこれ。ちなみにアイゴリあの言ったけど、あの冒頭でも言ってたけど、俺もそれ持ってもうやめなさい。話聞いてください。俺も持ってるんでお揃いです。マジ。じゃあちょっと交尾させようぜ。やだやだ。配合させようぜ。やだ。俺あのアイゴリの家行って勝手にこのプラスルをマイナーに変えとくから。マジかよ。